どうもどうも、井上馬でございます。ノオミルク佐藤です。今日もサッカーを楽しくもっと見るためにということで、ミルクサッカーアカデミー、ミルワカー、今日こちらでございます。どんでたはい、試合直後速報、町田<い>たいガンバのレビューでーす。あー、もう、もう、さっき終わったばっかり。<laughs> まだ5時半。ごい、まとめちゃった、もう。<laughs> もちろんでございます。ゲームでございました。いろいろありましたけどもね。そうですね。結果一対一でしたけれども、一体そこに何か隠されていたのか、いろいろ読み解いていきましょう。わかりました。見る赤毎日やってました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ということでこの試合なんですが、マーさん、はい。ええ、まあ久しぶりにあの初めて G1 に来るっていうチームの試合って感じになりましたけど、はい。はい。スタメン見てもらいたいんで、すその前に、まあ正直試合はこうだったなと思います。どうだった？はいはいはい。トーン。うん。 連勝応答<あ>型パスサッカーチームにパワーサッカーをああーまあ90分間やろうとしたけどまあ体あったに60分間になりましたけど,ど90分間実行したらどうなるのか簡単に言うとこういうチャレンジと言えるんじゃないかということですかああまあだったなと思いますねなるほどなるほど体調者が出てしまったんで90分間と言えなくなってしまった、はい、そうでしたねはいはいうんまあでも60分間っていう感覚でまずは見ていけばいいんじゃないかなと思っていますと対象、はい、場までねこの動画ちょっと主語は どっちかというとマチダってことでマチダですね。はい。といことでこちらでございます。とまずはスタメンでございます。左側が町田右側がガンバというところで、黄色の方々が新加入。でオレンジがまあ大卒内定。で黄緑が下にガンバの下にいますけど、現在高校生。えという感じのメンバー構成になります。えまずはちょっとゼルビアから見ていきたいなと思いますけど、まあ。 えっとねステイマンジェ総太郎選手。ステイマンジェ総太郎選手,、J、郎選手はいはいはい。はい、なえなんですけど、はい、えまずはゼルビアから見ていこうと思います。えまあ11人中7人が新加入です。そうですね。ためね。変わりましたはい。<laughs> まさただうん、7人とは言って だけど7、はい、人か12345678人か思えば、うん、こんだけいるけどあミン民芸が黄色になってるってごめんなさいねえっと7人が新加入になっていてうん、うん、でただ去年の夏に来たのが鈴木純也選手とねバスケス・バイロン選手ですからタい,はい,はい、はい、各シーズいわゆる1年前のゼルビアってものを知ってるのは平川優、うん、そしてチャン・ミンゲル2人だけというと、うん、んでもない入れ替えをやったチームになってるうですよね。 で対するガンバのフォーマはちょっと初期配置、こういうふうに言われたから、左岸本、右荒野にしましたが、はい、多分試合内ではほぼ右岸本、左荒野だったかなと思いますけど、まああれですね、えー、ポァイアトス監督の教え子でもある岸本選手鈴木徳馬選手が、やっぱりスタメンに入って、で、キャプテン中谷選手が入ってみたいな感じでしたけど、はい、あれですね、ま、たジェバリ選手がおとといけあ、そうなんだね。 でご本人がさっきツイートしてたのであーはー坂本選手ねあのスターメンだったから、うん、おおと思ったんですけどそういうこともあったみたいですという感じでしたはいということで、まあ、こんなお互いの、まあ、スターメン感な感じになりましたとガンバはも元からですけどやっぱねポヤトス監督自身がやっぱりねスペインの方というのもありやっぱりできるだけこう王道型パスサッカーをこう極めていきたいチームでも黒田監督はもうまさにイラン戦見て決めたそうです ああ、なるほど。あこれだ、俺にやりたいの。日本対イランのパワーサッカーですね、イラン側の。そう、イラン側で決めたと。<あー> <laughs> そっちを注目されてた。びっくりです。なるほどなと思いましたけど、えーあ。それはもうコメントで言ってるんですね。 言ってたたみいいですねはそんなことがありました。この初期配置の段階でまずいろいろ見ていただくと、こうでしたと。左から右に前半ガンバ、右から左に町田・ゼルビアって感じだったでしたと。噛み合わせると、こんな感じになっていたかなとは思うんですよと。お互いの思考としては、ガンバはやっぱりポゼッションで町田もいらんです。いらん。 まあ言い方変えれば、縦思考でセカンドボールを回収しましょうっていうイランがあでガンバは、えー、ポジションとだけ簡単には言うけども、うん、どっちかと、えー、自分たちがボール握ってる時には、最終、うん、ライン、ビルドアップのところはセンターバック2人で、サイドバックも,、うん、もう前に上げちゃって、2、3、5っていうフォーメーション取っていたかなっていう感じになっていますなたんだけど、まあ、さ皆さん、うん、まあ今、ガンバの2、3、5ってこと言いたかったんだけど。うんはい いやー前半何回あったかなってぐらいだったかなとちょっと僕は思っていてほとんどの時間を正直もう町田が支配していた。あーそっか前半10分っていうのがまず分かりやすいところがあって、うん、前半10分で町田のシュートが5、うんえー、ガンバゼロ、うん もうそれだけオフェンスで圧倒したっていう感じは正直あったのかなっていうところでしたね。でじゃあ、お互い一応何をしようとしたのかっていうところでちょっと先にガンバ見てもらいたいなってのがあるんですけど、こう,うでしたやりたらや,やりたかったんだろうなーってものはこんな感じで、はいえー、いわゆるセンターバック2人でビルドアップしましょうっていうふうになるんですけど。 なんでそうなるかと言われたら、左サイドバックの黒川選手は、自分たちがボール持ってるときに、ちょっと前、うん、ちょっと中、うん、な感じで、ダブルボランチじゃなくて、なんかトリプルボランチっぽいような場所にいたなーっていう感じが強かったんでで、もう一方の右サイドバック、ハンダ・リック選手に関しては、シャドウみたいなところにいました。うだから、<ー>基本的なガンバ、3回ぐらいだけあったかなと思うんですけど、うん、こういう。 235っていう配置をやりたがってたのはまあ間違いないんですけど、うん、なんだけどその配置になる前にデルビアが奪っちゃったってのがまあ問題まあ頑張からしたらまあ問題でしたと、うんうんうん、ほとんどのところで怒ってたことなんですけど。うんはい まあ、ガンバがこれからパスを回そう、そして前に前進させようっていう風になるときに、うん、あの時中盤だったら先頭系也、で、サイドだったら基本的に林光太郎または平川優って、大体この左サイド側のこの3人が、 ボールをこう奪いまくったりだとか、なんかガチガチ当たるからこうデータにもちょっと算出されなくなっちゃうんですけど、ボールがポロッとこぼれたところをこう回収しに行く回数があんまりにも多くて、ガンバがいわゆるセカンドボールの回収バトルでは基本的に負け続けてしまったって流れだったんですよね。はい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 。 でその中で、それこそ平川選手とか林選手がそのままボール持ったら、まあ、いわゆる平川選手からの縦突破だったし、平川の前がもう詰まってるようであれば、逆にボール渡しちゃっても、バスケスバイロンからのまあ縦突破みたいな感じがほとんどだったなっていう感じ。<laughs> で、あと、彼らに関しても、縦にこう、基本的にはね、まあやっぱ抜ききってクロスって大事じゃないですか。はい。なんか、ゼルビアの方々は別に抜けなくてもいいや、感がすごくありましたね、見てて。抜けなくても、相手にボール当たって、 外に出たらそれで別に構わねえやっていう形で、うん、だから序盤から鈴木純也選手のコーナーキックだったり、林幸太郎選手のロングスローが一体何回あったんだってぐらいにも続けちゃってたって感じだったので、外出しちゃえば結局ロングスローで全部セットプレイにできんだから、うん、これでええやんっていう感じでやってたなってなるほど。あったなと思いましたとうん、うん。で結局その流れの中でね、PK1 個ゲットして、それをね、 えーまあ、決め切って、鈴木純也選手が決めて、それで先制という形になりました、うん、でそれで先制したけども、そのまま45分,も45分間か、前半の間もセカンドボールを回収する、平川、バスケス、バイロンとあとナサンコで突破させる、ちょっとナサンコ怪我しちゃいましたけど、その後は藤井を入れて、それでも突破させる、外に出ようもんだったら、鈴木純也とも林光太郎ロングスロー、ロングあとはセットプレーでも対応する。 ってことになっちゃって、ガンバがずっともう守備というかもうずっとこのペナルティエリアの中にこう収まらざるを得ないような状況がずっと続いちゃったっていう流れだったんですよね。<laughs> なんかなんか思い出したのがやっぱりまさに僕は見ててイラン戦の後半を思い出しましたね。やっぱね。最後の方イタクラ君、マイクマ君あたりにこうずっとイランの方々がボールをこうなんか供給しすげてたというか。なるほど。 あれと同じようなことが起こり、うん、後半始まっても、なおほとんどそういう状況は変わりませんでしたと、だから状況もしこのまま変わるんであれば、ガンバが何か新しい一手を繰り出すか、それともみたいな状況で起こったのが、うん、うん、60分。そうでしたね、ショッキングでしたね、うん、はいはい。戦闘圭哉先生、2枚目のイエローということで退場になってしまいましたと。うん、はい まあこれがほぼ、まあ、結果的に言うと最後の方であで宇佐美高瀬選手が、ね、素晴らしいフリーキック決めらあれはすごかったね、うんまあ。あれやっぱちょっと背番号7の系譜あったな感じありますよね。いやーやっとさ、ね、こっちに戻ってきました、ねね。なんか練習でも結構なんかあそこのゾーン、両隅のあそこを狙うっていうのも結構やったらしいですね。あれだってさ、岸、ま、田、あの一番壁の高いところ、33番、うん、誰ですかあれは望月ヘンリーか、ねね、彼の上を越えてて落として決めらられたらもう無理ですよあれは あれはちょっと誰でも無理じゃないですかね。うさんを責めれない。ね、う,んうん。あれはもううさみスーパーってところを見せつけたなって感じだったじゃない,いですか、ね。だったなと思いますとお前お前で。あれはもううさみさんのスーパーのものあそこでフリーキックをゲットできた頑張る素晴らしさってところが、結果いち,いちで終わったなっていう流れでは、まあありましたが、まあただだから今回、だから言及すべきなところで言うんだったら、もうあの、最上者が出た後も、松田としては、 カウンター4位とかも残して、最後の最後だとね、まさにこんな感じだったんですよ、もうほとんど。うん、もう町田、もドン引きで、はい、ほとんど平川優先を前に1枚残して、あともう後ろみんなで守備って感じだったので。出ましたよ、谷選手がね、ねもう。うん まあ正直 MVP は谷厚生と言っていいんじゃないかなと思いますね、この試合はね、うんうん、間違いなく。うか、谷君をガンバ戦でも出られるように、ガンバ側にもちゃんと交渉して、ちゃんとその権利を得た、まあ、町田の強化部かどっちかかなってぐらいですので。うんはい、はいはいはい、そうか、そうか。って言っていいんじゃないかなと思いますうん、うん、まあだからもう、要は、最後30分はドン引きなので、いわゆる町田がやりたいこともある意味、ガンバがやれてたもずっとボール回してね。 もうガン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 攻撃したって形でしたから、うん、だからそんな30分か40分かそういう攻撃があれば、いいっぱ1点は生まれるものなので、うん、でなると、やっぱりゼルビアがどれだけなんでそんな感じにずっと主導権握れたかのかっていうところと、うん、ガンバは本当は何がやりたかったのかってことを改めて検証することぐらいじゃないかなと思っていますと、うん。で、何がよたか最初60分、ゼルビア良かったかって、これでしたねと、うん。 最初あの、このスタメンの話をちょっとさせていただいたところはあったと思うんですけど、はいはい、町田ね、最初だけですね、これやってたのっていう。うん、ほとんどこうなってました。うん、こんな感じか、もしくはこんな感じって言っていいんですかね。うん、林幸太郎選手をやや前に上げた形で、うんはい 3バック風なことをやってた、ミルワカが事前にこうプレビューしたような形と同じような形ですね、うん、ちょっといびつな3バックなのか、4バックなのかわからないような方ってことをすごくやっていたなと思いますと。で、これ、何が良かったのかって話になるんですけど、ちょっと鈴木純也選手もちょっとここに入れちゃったは入れちゃったんですが、うん、要はこのワントップオセフン選手と、ちょっと途中でおけががあったね、ナサんア選手からここ、藤尾選手に変わってたりしますけど。うんうんうん こうなだろう、カワー役としてオセフン選手をポスト役として残し、うん、セカンドボール回収型として藤尾、そしてこのセントを、うん、そして柴戸っていう3人を使い、うん、縦に行く型とし,としてバスケス・バイロンと平川優を残して、あと中盤でのボール奪う型のところで、実は鈴木ジュニア選手とか、あとはこの林幸太郎選手もちょっと中盤にも参画したっていうところがあったんですよ。 要はだから、ワントップで、ツーバックで、中盤7枚みたいな感じっていうんですかね、正確に言うと。で、ガンバはだから、ボール本当は先ほどこんな感じで図信したように、ボール回したいチームじゃないですか。うん で、ボール回して、しかも、ハンダリック選手もこんなに中に入ってくる、黒川選手もちょっと中にやってくるって形なので、外はもうある意味ではほぼいらない形でしたから、どれだけ中盤にみんな集結させて、ガンバのパス回しが味方に、ガンバの味方同士のところでパスが回っちゃう前に、どれだけボール得られるかとか、パス回りそうなところにもうガンと体当ててしまって、 ファウルの基準の手前のところでの別にデュエルだったら問題ないわけなので、それでセカンドボール回収しちゃえば別にそれで良くないっていうサッカーやったら、ガンバがなかなかパスが回せなくなって、結局お互い、もう前半のね残り20分ぐらいは、ロングボールかけるロングボールみたいな展開にならざるを得なくなっていたのかなっていうところがあったかなと思いました。 まあ、なんで結局は退場者が会ってしまったがゆえに、最後のところでの、まあ、試合結果ってことは、ちょっと変動感はあったかなと思いますけど、ちょっとデュエルの力っていうのは少なくともゼルビアは G1 でやれるものを見つけたんじゃないのかなというところが、見られたのかなと思いますと。プリ、うん、少なくなった時の守備力も、戦えるっていうの証明できましたそうですね。だけにまあ90分、あのまま見たかったっていうのももちろんありますよね。 あとはガンバとしては、後半から入ってきたの松田陸選手とかが、だいぶね、いいクロスだとかも供給できていたのは間違いなかったかなって思うので、半田選手がなかなか、この日はね、中に入ってのパス回しのところで、こう、連動感があるような動きはできなかったけど、おそらく対戦する相手次第では多分めちゃくちゃ効果的な動きになるだろうってのは、ま間違いはないと思いますが、ただまさなんかやっぱり、こう、前日の、例えば、名古屋とか島だったりとか、 あとやっぱり浦和広島の広島だったりとかあと、このね試合の1時間2時間前に行われたのやっぱり岩田神戸の神戸とかやっぱりちょっと強度が甘いにも高いようなチームっていのはこの J1 は多いかなってのがあるのでポセッション型のチームがどれだけそのやっぱりね相手の強度を回避してパス回しできるかっていうのはやっぱ注目になってくるところがあるのかななんていうふうに思いましたょうんうんうん、はい、えー、はじゃあ強度的にはどっち側を回ってたり 当は,は明らかに町田でしたね。戦術的にはも町田ってことですか、うん、そうですね、もう支配できていたのは町田だったなと、ななただ、まあ、本当、対象がっていうところでした、ね、お互いね戦い方は、特に町田はどうくるか分かんない中で、これから各チーム、今日のを見て、対策してくる、うん、する、ね、っていうところもありますもんね。間違いないでしょうね。あああただ、ガンバもね、はい、初戦であのプレー、フリーキック、はじ、うん、めね、エース。 なんていうんですか、躍動。そうだよね。でかいよ。でかい希望ですよね。あとやっぱ今シー,今シーズン、新加入のね、やっぱ山田選手か鈴木徳馬選手とかも、そのパス回しだったりとか、アタッカーのところではすごい頑張りが見せてたかなってのがありますので、うん、なんか両チームともやっぱ新加入選手がすごい躍動してたなかもありましたから、うん、これからから次の試合までにまたどういうふうな影響というかね、どういうふうなこのまた反響というかあるかが、ちょ注目されるところかなと思っています。ホームに帰ってまたね そうですねあとはねまずあのまあのガンバの方なんかは実は、はい、あの多分ね2試合目までをまずこうワンピリオドで考えてるんじゃないかなと思っていて3節目ガンバないんですよ。あそうなの,あの,この間ほらマリノスが ACL ベスト8を突破したじゃないベスト8に行ったじゃないですかあれによってあの日程が1か月ずれまして。うん 3月上旬が4月上旬開催で延期されたので、あららら、第3だとお休みなんですよ。じゃあな、ずれちゃうんだ。ずれちゃうけど、でも2節まででいろいろした反省を、そこで1回1 2>,、うん、1> 2週間かけて多分調整とかもできると思うから、次がホームかな。があ,あ、そっか。はい。なるほどね。 うん。ちょっと楽しみ、楽しみになってきましたね。ねこれはね。というところでした、うん。頑張ろう、背負すぎるな。俺の背番号を背負え。そしてフリーキック教えてやるってことだったんですかね。<laughs> そうだった、ね、んですかね。それも,聞もいです、ね、そうだろうね。はい、うん。 はい、ありがとうございました。えー、速報で先生まとめてくれました。この支援についてでございました。ミルワカは今シーズンもね、わ、えー、イわいやいや言ってきますの、ね、で、ぜひチャンネル登録高評価お答えいただけると嬉しいです。すどうもありがとうござい,ましたいや、あの、平川の一対りの突破すごかったね。ノーミルクサんトでございました。ありがとうございました。本チャンまたで